モルドレット、モードレット、モルドレット、メートル DRD、あるいはモードリット、モードレット、メートル DRD、は、アーサー王伝説に登場する主要登場人物の一人。おおよその文献で一致するのは、カムランの戦いで、アーサー王と共に戦死した、勇猛な騎士であることである。ブリタニア列王氏、アーサー王の死などでは裏切り者として登場し、アーサー王の親族、 おい、または、息子で、王に対して、無本を起こし、カムランの戦いで、アーサー王に、致命傷を負わせるも、打ち取られる。アーサー王の死では、アーサー王のイフアネモルゴースの子で、イフ系に、ガウェイン、ガヘリス、ガレス、アグラベインがいる。名前は、アメリカ発音に基づき、モルドレッド、モルドレッド、メートルアルディアールディ、マイメートルアドレッド、とも書かれる。 ウェールズ語では、メドラウト、メドロート、または、メドラウド、メドロードと言い,い、ラテン語では、メドラウト、メドラウト、または、モドレドス、モードレダスである。モードレットに関する初期の記述として、10世紀に書かれたカンブリア年代記がある。しかし、この記述からは、アーサーとモードレットが、どのような関係であったのか、味方であったのか敵であったのかすら読み取ることができない。 初期のウェールズ語のテキストでは、モードレットは有望で栄誉ある騎士と解釈されていた。グーイネズ王、1137年死去の宮廷詩人であったは、王の武功を称えるのに、メドラウドの騎士通っていると称賛しており、マイリアの息子、クワルフマイモポイス・オーマドック、アップマレディズ、1160年死去をアルスイル、アーサーの力とメドラウド、 モードレッドの良い気質を剣備えていると歌っている。後世の伝説で裏切り者のイメージがついたのは、ジェフリー・オブ・モンマスの、ブリタニア列王氏の創作である、可能性も指摘されている。裏切り者としてのモードレッドは、ジェフリー・オブ・モンマスが1136年頃に、記述した儀師、ブリタニア列王氏に現れる。ブリタニア列王氏は、ほぼ創作であるが、 ドラマチックな内容から人口に解釈した。この作品では、モドレドス、モードレットは、ロージ・アン・オーロットとアーサーの妹・アンの間にできた二人の息子の一人であり、実刑にガウェインがいる。モードレットは、卑劣な裏ギリシャではあるものの、最も過敢な男、最も攻撃を仕掛けるのに素早い男と、血気盛んなもさであるとして描かれている。また、カンブリア年代記と違って、 ジェフリーは裏切りの舞台設定を西暦542年としている。ある時、アーサー王はローマ皇帝、ルキウス・ティベリウス、架空の人物を撃つために、オいのモードレッドと王妃グイネビアに国政を任せる。アーサーは守備よくルキウスを倒し、さらにその次の夏にローマへ進軍中、アルプスへ入る頃、追いモードレッドの反逆を知る。 モードレットが自ら玉座を奪い、さらに王ヒグイネビアも夫を裏切って、モードレットの妻となったというのである。裏切りを知ったアーサーはブリテンに急いで向かうが、モードレットは、サクソン人の主張、ケルドリックをゲルマニアに向かわせて、ブリテンの土地の一部を約束に軍勢を集めさせる。ケルドリックは800隻の大艦隊を、用意。さらに、モードレットは、スコットランド人。 ピクト人、アイルランド人などの反アーサー勢力を統合し、その軍勢は8万人を数えた。リッチボローから上陸したアーサーとモードレッドの戦闘は激戦になり、アーサー側はガウェインを失うなどの大打撃を受けるが、最終的に、モードレッド側が敗走し、ウィンチェスターに逃げ込む。モードレッドの敗走を知ったグイネビアは彼を見限り、ヨークから逃げて2層になる。 怒り狂ったアーサーはさらにウィンチェスターに総攻撃を仕掛け、モードレッドはコーンウォールへ向かって遁走。しかし、アーサーに先回りされカンブラ側、カムランに陣取られたモードレッドは、ついに決着をつけること決め、残る6万の兵士を再編成する。混戦の最中アーサーは、モードレッドがいる部隊を認めると突撃し、モードレッドは死亡、アーサーも、また致命傷を負う。 両軍とも各国の王公を含む数千人の戦死者を出し、勝者のない戦いになった。アーサーは傷を癒すために、アバロンの島に運ばれる途中、コーンウォール公、カドールの息子コンスタンティンに王冠を譲る。モードレッドの二人の息子は、サクソン人を率いてなおも抵抗を続け、カズトはウィンチェスターに、もう一人はロンドンに籠城したが、最終的に、新王コンスタンティンに討伐される。 そのコンスタンティンも、モードレットの息子たちを、教会の祭壇の前で殺害したことが災いして、神の怒りに触れ、わずか3年後に、自身のおいコナンによって暗殺、ストーンヘンジに埋葬されて、アーサー王伝説は幕を閉じる。その後、裏切り者モードレットの伝説は、遅くとも14世紀にはイタリアまで伝わった。例えば、ダンテの新曲、 地獄編第32曲61から66行では、裏切り者が落ちる地獄の最下層コキュートスの第一演、カイーナで、ある銃の手にかかりただ一と、一月にて、胸と影をうがたれし者、山川平三郎役が苦しみにあえいでいるという描写がある。1470年頃に完成したトマス・マロリーのアーサー・オーの詩では、 アーサーとイフアネ・モルゴースの近親相関でできた不義のことされる。ある時、夫のロット王の使者としてガウェインら4人の息子とやってきたモルゴースにアーサーは化粧し、姉とは知らずに一夜を過ごしてしまう。その後、アーサーの悪夢にグリフィンやヘビが現れて王国を焼き払い、アーサーもこれらの怪物と戦って退治するが、致命傷を負ってしまう。マーリンはモードレットのことを暗示し、 5月1日に生まれた子供がアーサーとその王国を滅ぼすだろうと予言する。その結果、アーサー王は従わなければ死刑と触れを出して5月1日に両師と貴婦人の間に生まれた子供を集め船に乗せて海に流した。中には生まれて4週間の赤子やそれ以下の赤子さえいた4週間前に5月1日に生まれたこと。 それより幼くて5月1日に生まれた子がいるのは論理的矛盾だが、マロリーの意図したところは不明。多くの領主や直親は反感を持ったが、アーサーよりもマーリンに責任があると思ったため、王への恐れや行為から沈黙を守った。しかし、モードレッドは奇跡的に騎士に打ち上げられて生還、とある善良な男に見つけられて育てられ、 14歳になった時点でアーサー王の宮廷に入っている。その後ロッド王は妻がアーサーと密通していたことを知って反抗勢力を作っており、ネローと合流してアーサー王を討とうとするが、マーリンの関係で合流に失敗し、最終的に円卓のキシペリの青によって殺害されている。後にアーサー王の配下となったモードレッドは、 ランスロットと共に行動したり、ペリノアオとオークニー・オーロットの一族との争いで、親族にあたるオークニー側につき、ペリノアの息子で、母モル・ゴースとフミの密通を重ねている、ラモラックを殺したりした。アーサーがランスロットと敵対するきっかけを作ったのは、モードレッドとアグラベインの企みからであった。彼らは、王妃グイネビアとランスロットの道ならぬ恋を、アーサー・王にばらそうと、 その密会現場を取り押さえた。芝叩く間に、ランスロット・カズトによって、アグラベインを含む12人の騎士が殺され、モードレットも重傷を負って逃げ出した。この事件によって、アーサー・オーは最も信頼し、親友でもあったランスロットを敵に回した戦いを始めなければならなかったのである。その後、アーサーは、ランスロットと戦うために、フランスに出兵し、モードレットを、 イングランドの統治者に任命して国を委ねた。モードレッドはアーサーが留守にしている間に写真を抱いて計り事を起こし、アーサーが外政で討ち死にしたという手紙を偽造して大いについた。そしてグイネビアを自分の日に迎えようとしたが、グイネビアは表向き教人を装い、隙を見てロンドン島に籠城した。これらの裏切りにカンタベリー司教は還元したが、 聞き入れられなかったため、モードレッドを破門した後に、グラストンベリーの周辺へ逃げて、インジ者となった。アーサーが裏切りを知り帰国を急ぐ段階になっても、当時、アーサー王の統治では、戦いと争い以外の生活はないという噂が広まっていたので、モードレッドには、多くのイングランドの皇族、諸子を味方した。5月10日、ドーバーに上陸を試みるアーサー王との戦いでは、 兄のがアウェインを討ち取ったが、直接手を下したのが、モードレッドかは不明。次第に、アーサーの軍勢に押され、ついには敗走した。モードレッドはさらにバラムの丘に陣を構えるが、再びアーサーに敗北し、カンタベリーへ逃走した。その後、精霊降臨祭の次の月曜日に、ソウルズベリの近くで決戦を行うこと取り決められ、アーサーは、モードレッドに復讐ができると喜んだ。 しかし、戦の前日、アーサーの夢の中に神から使わされたガウェインが現れ、もし戦えばアーサーが死ぬこと、一ヶ月の休戦を締結すればランスロットが王の救援に来ることを告げる。アーサーとモードレッドの休戦交渉は、一旦まとまりかけるが、不運な巡り合わせから決裂してしまう。モードレッドは十万の兵を率いてアーサーと戦うが、血みどろの戦いに味方で生き残ったのは、 モードレッドただ一人、アーサー側も、アーサーと竜巻、ベディビアの三人だけであった。疲れ果て、剣をつえに休息しているところ、竜巻の静止も聞かず復讐に流行り突撃してきた、アーサーと一気打ちを演じ、槍で胴体を突き抜かれる。死を覚悟した、モードレッドは、渾身の力を振り絞って、串刺しのまま槍の唾の距離まで王に近づき、諸手の剣で、アーサー王の側頭部を、 かブとごとあり、ついに絶命した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。